応募者から選ばれた71人の16歳から25歳までの稲瀬な何学校が2機の神輿を担ぎ天満宮の参道の商店街を練り歩くのです。ギャルたちも女子高校生から婦人自衛官までと様々で、天神さんにちなんだ梅を染め抜いた揃いの法被に身を固め、戻り梅雨で鬱陶しい天気が続いている何話の空に威勢のいい掛け声を上げていました。しっかり天神祭りのイベントとして定着してきましたね。そうですね。応募者も多かったんですね。はい、この時間でもね、オーディションの模様をご紹介しましたが、今年はおよそ450人のギャルたちが応募し、選ばれた71人が今日2機の神輿を担ぎました。はい、天神橋三丁目を出発したギャルたち、このようにね、胸にさらしを巻き、ハッピーにショートパンツと、いなせな姿、決まってますよね。このためにと天神橋筋商店街が始めたもので、今年はちょうど10年目となり、もうすっかりおなじみです。神輿を担ぐギャルは524人の中から選ばれた16歳から25歳の娘さんたちで、およそ200キロの神輿を勢いよく担ぎ上げます。また今年は花の万博から西ドイツのコンパニオン3人もお揃いのハッピー姿で、大阪の夏祭りを代表する天神祭りに一層の花を添えようと、2台の女性神輿が今日浪速の町に繰り出しました。神輿を担ぐ女性たちは16歳から25歳までの総勢71人、体力測定などで競争率6倍の難関を突破したピチピチギャルです。今日の大阪は大変蒸し暑い一日でしたが、重さ200キロの神輿を担ぎ上げたギャルたちは疲れた様子も見せず、商店街などを4時間も練り歩き、爽やかな健康美を踏ん張っていました。大阪の天神祭りはあさって呼び物の船渡御が行われ、100万人を超える人出で最高潮となります。商店街に繰り出し、祭り芸気を煽っていました。このギャル神輿は明日あさっての祭り本番を前にしての宵々宮の名物行事で、今年で6回目です。477人の応募者の中から選ばれた16歳から25歳までの健康的なギャル72人が二手に分かれ、荻町から天満宮へと4キロのコースを練り歩きました。ねじり鉢巻きにハッピの稲瀬な姿で神輿を担いでいるのは、16歳から25歳の女子大生や OL です。10回目を迎える今年は524人の応募者がありましたが、狭き門を突破して今日晴れて神輿を担げたのは75人いました。天神祭りはあさっての本宮で最高潮に達しますが、今年は花博もあり、宵宮と本宮2日間の人では例年より1割増しの150万人が見込まれています。あった神輿ギャルのはつらつとした姿をどうぞご覧ください。おい、そしていよいよさんをファッション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 今日の巡行に参加したのは718人の応募者の中から選ばれた16歳から25歳までの女性75人です。胸にさらしを巻き、ハッピーにショートパンツ姿のギャルたちは、天神橋筋商店街や天満宮参拝を盛り込んだ4キロのコースを威勢よく練り歩きました。今日の大阪は夏本番の暑さとなり、さすがに全員汗だくとなりましたが、はち切れそうな若さとお色気で一生懸命にお祭り気分を盛り上げていました。神輿ギャルは合わせて75人、
過去最高の718人の応募者から 9.6 倍の難関を見事に突破しました。ギャルたちの平均身長は163センチ、体重は 52.5 キロということです。白のハッピーに白のショートパンツ、白の直足袋にねじり鉢巻きをキリリと締めたギャルたちは、2台のおみこしを肩に天神橋筋4丁目の交差点をスタート、商店街に繰り出しました。1台200キロ、平均年齢 20.5 歳の若さを誇るギャルたちもさすがに疲れ気味でした。4キロの道のりを3時間がかりで歩いたギャルたちは午後4時過ぎに天満宮に到着、最後の力を振り絞って練りみこしを披露し、観客の拍手を浴びていました。夏娘ギャルみこしが今年も25日の天神祭り本番を前に繰り出しました。34.8 度とうだるような暑さの中を、揃いのハッピーにピンクのねじり鉢巻き、みこしを担ぐギャルたちです。そらしで巻いた胸元から汗が滴り落ち、蒸気した顔も輝いています。このギャルみこし、今年で7年目を迎えますが、もともとは地元の商店街の客寄せのため始まりました。しかし今では天神祭りには欠かせない名物となりました。平均年齢20歳、競争率10倍という難関をくぐり抜けた力自慢のお嬢さんたち75人、高校生、大学生、OL などいずれも祭り大好き娘たちです。このギャルたちの履くショートパンツはミニスカートやハイレグの影響もあってか、去年よりさらに短くなり、客船美とともに健康的なお色気がいっぱいです。そしてこの大きな声を出せることも選ばれたポイントとあって、元気いっぱいですね。よしよしよし、よかった。およそ4キロの道のりを3時間半かけて天満。ギャルみこしは女性だけの担ぎ手によって2機のみこしが大阪市北区の天神橋筋商店街から天満宮まで練り歩くもので、今年で9回目です。ギャルみこしは午後1時ごろ北区の扇橋をスタート。担ぎ手のギャルたち75人は見物客や商店街の人たちが見守る中、元気いっぱいの掛け声をかけながら天神祭りの前景気を煽っていました。天神祭りは明日が宵宮祭で、あさって25日本番を迎えます。ギャルみこしも今年で8年目を迎え、天神祭りに欠かせない存在となってきました。平均身長 163.5 センチ、体重51キロと例年より一回り大きめのギャル総勢75人が200キロもあるみこし2機をもろともせず元気に担ぎ上げ、わっしょいわっしょいと威勢よく天神橋筋商店街を練り歩きました。およそ 3.5 キロの道のりにわたって健康美を振りまいたギャルみこしは、折からの雨が降りしきる中、さすがに疲れた様子で天満の天神さんに到着。本殿に向かって柏手を打ち、祭りの盛り上がりなどを祈っています。今年で8年目を迎えたギャルみこし、今日の昼過ぎ大阪北区の天神橋筋商店街に2機のみこしを繰り出しました。16歳から25歳の総勢75人のギャルたち、10倍の競争率を勝ち抜いただけあって威勢の良さは天下一品です。